はい、始まりました。水色赤のミシェルです。秋人です。なんで先に言うたん？かぶせてみた、今日は。初のパターンの試みのパターン。うん、確かになんかあれじゃない、ミシェルが言うように、うん。なんか始まりの文句がないと、うん。寂しいんかな、やっぱ。うん、寂しいわ。うん。世界に起こる奇妙なこと。うん、そして、不現実なこと。非じゃない。あ、そっか。現実なこと、そんなことをお話しする水色赤と今宵も楽しみましょう。なんか全然違う気がするけど、ね、コンセプトが、うん、いや、だいたいコンセプトって何なの？コンセプト、うん、音楽、うん、音楽な、うん、歌ったり、うん、楽しんだり、うん、しようね。そうね、うん、だからね、そうなんよ。喋りのなんかみんなそのいろいろYouTube やっとる人って、つけるが、うん、頭につけたり、うん、エンディングにつけたりするけど、うん、俺ら、いるの？だって、なんか、曲ってそんなに早く作れんがん。まあな。作って、練習して、うん、はい、今日一曲できました。はい、今日一曲できました。レコーディングもできました。そんなすぐにできんがん。まあな。メンバーみんなで覚えてとかな。うんうんうん、だから、ちょっと、その曲が一個できる間にこうやって、うん、うん、お話ししたりしょんじゃ。ああ、そうなんよな。うん。あと見てる物語が好きじゃけん。だいたい曲って物語からできるものやが。うん、そうやな、うん。うん。まあなんかだからこれ映画紹介したり、うん、いろいろやっとるけど、うん、おしゃべりとかか、うん、なんかなんていうかその水色赤の曲作り風景みたいなことを紹介しよるみたいなとこもあるんよな。ミシェルの満腹クッキングとかもしようかな。何それ。ご飯作るの。やってみれば。せんえ。あ、せんのかい。やれや。じゃあミシェルの大食いなんとかとか。ミシェルめちゃくちゃ大食いじゃけんな。嘘つけや。めちゃくちゃ大食いじゃけんな。食えんが全然。バックバック食べるで。食えんが。周りの人が全部食いよるがな。そっか。すまへんな。はい。じゃあ今日のテーマに早速行こうか。うん。今日のテーマは？あのね。うん。極楽ってどう思う？死後の世界に、極楽に行くって。こう昔から日本人って、うん。まあ世界もそうかもしれんけど、うん。極楽に行きたがるよな。天国のこと？うんうん。昔ってよく天国と地獄って言うたから、小学生の時とかって。うん。日本って本当だったら、極楽と地獄なんだろ？うん。天国じゃなくて。うん。へぇ、一緒のとこじゃな。うん。で、よ、うん、多分その仏教の教えによると、うん。最終的に下脱をする、つまり極楽に行くのが、うん。最終目的、人間の。うん。知らんよ。第二ステージな。うん、第二ステージなんかなんか知らんけどな。で、うん、下脱ができないからみんな。また輪廻転生で、人間道に戻ってきたり。畜生道に行ったり。で、何回もこう人間界に修行に戻ってきて。うん。そして最終的に下脱を目指すと。うん。で、極楽に行って、一応人間界での修行というか、この世界か区界っていうのかな、わからん。うん。の修行を終えるという思想があるが。うん。なんか、あれよな、そのミチルが今言ったような第二ステージだとか。うん。今のオカルトでよく言われる、何次元世界があるみたいに、うん、死後の世界は、うん。っていうのと、言葉を変えただけで、うん、大昔から一緒よな。うん、だって見えんのんだもん、うん。まあな。月とかには行ってみたりとかして、うん、こうだった、ああだった言ってみたり、うん、うん、できるけど、やっぱり、極楽とかにあんまり行ってみて、うん、帰ってきてみてみたら技術がまだないんじゃないの？そうね、うん。うん。果たしてその極楽がどんなとこなんかは知らんけど、うん。ちょっと今日は、俺のトラウマ会、日本昔話のトラウマ会、うん。ちょっと極楽に関するものを二つぐらい、うん。やってみようかなと思っております。うん。まず一本目。うん。正直者天のぼり。うん。あ、極楽の、に関するって言ったけど、トラウマ界だけんな。うん、俺の。うん。怖いやつってこと？うん。うん。何が怖いかはちょっと当てて。うん。じゃあ、正直者天のぼり。うん。
これ、あらすじが、昔々のお話。うん。正直者のおじいさんがおったん。うん。で、おじいさんとおばあさんおったんだけど。あるあるじゃな正直者のおじいさん、あるあるじゃな、うん、あるある。あるあるよ。んで、おばあさんに先立たれたんよ。うん。で、子供もおらんかったんよ。うん。で、もう寂しくて、寂しくて、細々と暮らしとったんよ。うん。で、そんなおじいさんの隣に、うん。大金持ちの悪いじいさんが欲張りの、住んどったんや。うん。あるあるやな。あるある。うん。そしたら、ある夜、うん。その正直者のおじいさんが、おばあさんの夢を見るんよ。うん。で、夢の中でおばあさんが、星になっとって、うん、天から、空から、うん、じいさんのことを見守っとった。うん、で、じいさんが、ばあさん、わしも早う天に登ってお前のそばに行きたいよ。うん、で、じいさんは星に向かって言ったんや、うん。で、それを隣の欲張りが聞いとったんや。うん、して、その欲張りは、うん、じいさんに、おい、じいさん、天に登るには金がいる。うん、金がないのなら、わしのところで3年働けば都合してやる。うん、って言ったんや、うん。で、天に登ることなんかできんのに、じいさんはその欲張りの口車に乗って、うん、男の家で一生懸命働くことになったんや、うん。で、おばあさんのおる天、まあ極楽よな、きっと。うん、に行くという目標ができて、うん、じいさんはむちゃくちゃ元気になって働いたんよ、うん、で、じいさんはむちゃくちゃ頑張って頑張って、うん、隣の欲張りの男の財産はみるみる増えていったんよ、うん、そして3年の月日が流れた、うん、3年目のある日、うん、その欲張りの男は3は3年目だろ、うん、知らん、そんな古い古いというか、なんかそのお笑い芸人様の。3年目だろ？うん。お笑い芸人様のネタを素人がやるんと、ちょっと滑るよ。見てる？お笑い芸人のネタじゃないよ、別に。あ、違う。ただ歌だけなのに。あ、そうな、ごめん。ひどい。俺の勘違いだな。うん。謝ってよ。はい、ごめん。うん。で、こう、3年目のある日。3年目うん、3年目のある日。うん。長い長いはしごを高い松の木に立てかけたんよ、うん、そしてこのはしごを登りきれば天に登ることができるって言ったんよ、うん、で、おじいさん喜んで、うん、その欲張りにお礼を言って、うん、はしごを登り始めた、うん、ありがとう、あんたのおかげじゃ言うて、うん、で、その金持ちの男は、うん、これだけ長いはしごならじいさんは途中で足を滑らせて落ちるだろう。え、そのおじ、悪いおじいさんが用意したはしごに登らせたこと？そうそうそう、そう、うん。あ、ごめん、下手だった俺が、言い方が、うん。悪いおじいさんが、うん、長い長いはしごを用意して、何メートル？いや、それはわからんけど、相当高い。な。それに登れって言って。うん。したら途中で足を滑らせて、うん、死ぬだろうって、うん、思ったんだって。うん。で、じいさんは、うん、頑張ってはしごを登ったんや。うん。頑張って頑張って登って、うん、頂上までついてしまったんよ、うん、で、おい、ついたで、頂上に、うん。この後どうしたらええって言って下の男に声かけたんよ、うん、そしたら、その金持ちの欲張りは、おじいさんに、うん、どうしようってなって、うん、まずな、うん、天に登るにはな、うん、まず、うん、はしごから右手を離せ。で、おじいさん、おう、わかったーって右手を外すん。うん。次はーって言うけん。うん。次は左手を離せって言うん。わかったーって左手を離すん。うん。で、それからーって言ったら、うん。右足を外せーって言う。うん。はしごから右足を外すん。うん。そして、最後に左足だーって言って、うん。おじいさん、アホじゃけん。うん。左足も外すん。うん。そしたら、うん。そのまんま、はしごから、ピューって落ちたよ、おじいさん。うん。で、その、はしごから落ちるおじいさんが、うん。急に、光の輪がわーって現れて、うん。おじいさんはその光に包まれて、うん。望み通り、天に登っていった。うん。そして、おじいさんは、おばあさんと並んで、キラキラ輝く大きな星になった。うん。人々は、この松を、天登りの松と呼んで、長い間切ることがなかったそうじゃ。
なんじゃ、その胸くそ悪い話。な？うん。ショック。うん。人殺し。うん。でもそのおじいさんは幸せなわけ？死んだおじいさんは。幸せなんだろうな。騙されたのに。うん。でも結局最後、うん。おばあさんの待つ、まあ、極楽に、うん。行ったという話なんじゃけど、うん。いや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 。うん。人殺し。うん、まあ、じゃあ。ただの人殺し。その悪いよ。金持ちのじいさんはその後不幸にならんかったわけ？いや、それはわからんな。そうな。うん。それ。なあ、胸くそ悪いだろ。うん。トラウマよ。うん。ほんまじゃ。なんか、欲張りな奴が、人を騙して、うん、そして最後騙し切ったまんま、うん、なんかお互い良かったねみたいになった。うん、気持ち悪いみたいな。うん、まじゃ。気持ちが悪い。うん。クズの話です、これ。ほんまじゃな。うん。いけん話じゃんってだね。うん。そんなおじいさん。うん。で、もう一個のお話に行こうか。もう一個あるの？もう一個あるね。だからちょっと待ってよ。うん、くん苦痛だった。うん、聞きよったのが苦痛だったな。うん。それは悪かったな。うん。俺も途中でなんでこんな胸くそ悪い話俺しようんだろうと思ったもん。さっきの話、聞きよんのが苦痛だった。うん。失礼しました。うん、いいよ。じゃあ、次もう一個。じゃあ俺のトラウマ界だけに苦痛なんかもしれんよ。そっか。じゃあもう一個。うん。このトラウマ界。もう一つ、極楽に関する。うん。極楽に行った小僧さん。うん。っていうタイトル。うん。あらすじは、小僧さん！もうええ、さんは。別に面白くねえで、それ。なんだよ！面白かろうがな、さん。そうかな？うん。なんか20年前の流行りが今、みちるに来たみたいになっとるけど。ん？流行っとったこれ。流行っとったよ。そうなんじゃん。見てる、こういう、3の倍数を変な言い方したら、うん、なんかもしかしたら面白いかもと考えついてやってみたけど、うん、流行っとったんじゃもう。うん。それがもし本当にオリジナルなんだとしたら、うん。よ、パクってなくて、うん、オリジナルなんだとしたら、うん。あんた放送作家かなんかの才能あるんじゃない？あ、そう？うん。みんなちょっと、頑張ります。うん。オリジナルだったらなっていう話。うん。うん、頑張ります。はい、じゃあ行くよ、うん。極楽に行った小僧さん。うん、昔、うん、ある山奥の寺に、うん、和尚と小僧さんが住んでいた、うん。小僧さんは働き者で、朝から冷たい谷川の水で洗濯。うん、あと掃除に食事の支度、うん、と忙しくしていた、うん。一方の和尚は大変な怠け者で、いつも朝寝坊ばかりしていた。うん、そのくせに、わしは和尚。お前は小僧。わしの方が偉いんじゃ。うん。わかっとるよな。うん。と口癖のように言って、うん。小僧さんに、をこき使いよったよな。うん。いばり散らして。うん。そんなある朝、小僧さんが掃除をしていると、廊下の柱に虫食いを見つけた。うん。虫食いは文字になっており、この寺の和尚より、山の奥の、修座という人の方がマシだと読める。うん。これを聞いた和尚は、虫ごときに面目を潰されてはたまらないと、早速寺の裏山を登り、修座というものに会いに行くことにした。うん。しばらく山を登ると、一軒の小さな家があり、そこには老夫婦が住んでいた。和尚は家に上がり込むと、これまでのいきさつを話した。うん。その修座って言うんだけどな、この老夫婦が。うん。その修座、夫婦が言うには、うん、自分たちは特別偉いというわけではないが、うん、ただ毎日仏様と話をするのが楽しみなのだ。うん、そして、もうすぐ極楽から使いが来て、雲に乗って極楽に行けるのだという。うん、和尚は驚いて、おお、その時にはぜひ自分も連れて行ってくれ、と頼んだ。うん、すると、夫婦は、わかったよ。その時は、雲の上から和尚の名前を3回呼ぶので、はいと答えろ。絶対に。何回？ 3 回。あ、でも、日本人って3っていう数字好きなんだな。そうな。うん。なんとか、3大なんとかとか言わん？ 3 回忌とかな。うん。そうそう。3の倍数好きなんだ。二度あることは3度あるとかな。3度目の正直とかな。うん。サブ68とかな。うん。そうだな。仏の顔も？ 3 度まで。うん。
サン好きなんよな、日本人。サンスクワリット語とかな、ね、違うけどな。あの、だから、なんかあるな。そのネタが、3の倍数だけっていうのも、理にかなっとんだな。面白がれるんだな、きっと日本人は。だって見てて、1年の中で一番好きな数字というか、日にちって、3月3日じゃもん。うんうん、あ、そうなんや。おひな祭り。うん、大好き。うん。うん、3には何かあるんだろうな、日本人にとって。そうなんじゃ。わからん、世界のにとってもかもしれんけど。まあ、ええわ、話が脱線したわ。うん。まあ、3回呼ぶから、雲の上から。うん。答えてくれよと。はいと。うん。って言ったんや。うん。で、それから、さすがの怠け者の和尚も、うん。朝早くから起きて、この夫婦が迎えに来るのを待っとったんや。今か今か。ご飯3回も食べるしな。いや、もう3はいい。忘れた、忘れたの？忘れてた。あ、ごめん。でよ。で、和尚待ちよったんや。うん。で、でも、しばらくするとやっぱ怠けもんじゃけん。この和尚っていうのも。うん、で、いつもの怠け癖が出て、うん、また朝寝坊するようになってしまったんよ。うん、で、そんなある朝、うん、小僧さんが朝早くから洗濯をしていると、うん、羅生院と何者かが名前を呼ぶ声が聞こえる。うん、この羅生院っていうのが和尚の名前だったんよ。うん、変な名前。うん。羅生院、羅生院、羅生院、って呼ばれたんよ、名前を。うん。で、和尚は寝とんよ。うん。だから小僧さんが、しょうがないけど、うちの和尚の名前じゃ、と思って、うん、はーいって答えたんよ。うん。すると、シューザ夫婦を乗せた、五色の雲が降りてきて、うん、小僧さんを雲に乗せると、そのまんま、西の空に向かって飛び去っていった。うん。これを見た和尚は地団駄を踏んで悔しがったが、うん、もう後の祭り、うん、小僧さんがいなくなったので、和尚はそれから食事の支度などをすべて自分でしなければならなくなった。うん。おしまい。え？え？だろう。うん。え？坊主さん死んだってこと？小僧さんは、うん。はいって言ったばっかりに死んだんよ。そうなん。うん。極楽に行ったってこと？極楽に行ったんよ。え？坊主、和尚さんは極楽に行きたかった。行きたかった。え？和尚さんが行きたかったんよ。なんで行きたかった？死にたかったってこと？いや、だからここが最初に言った、うん。この仏教の教えかなんかで、うん、この人間世界で修行を積んで、うん、最終的に極楽に行くことが目的なの、うん。なんか、だからこれがな、思想なんやな。難しい。うん、普通だったら死にたくねえと思うが、うん。長生きできる方法を探るが。うん、じゃなくって、やっぱ坊主じゃけん。うん、その教えを信じて、うん、極楽に行く方法を探しとったんかな。そうなんじゃ。だから俺これ、ショックやった。初めて見たとき。あ、でもなんか言うよな、どっかの国では、うん、死が悲しみじゃなくて喜びなんじゃとか、うんうん、そういうもう、うん、なんて言うんだろうな。うん、そういう思想というか、うん、宗教観の違いというか、うん、そういうのもあるかもしれない、うん。なんかチベットかどっか知らんけど、うんダライラマ、14世か今、15世か、うん、わからんけどっていう人も、うん、輪廻転生ずーっと繰り返しおるらしいよ。うん、だから、同一人物らしいで、その14世とかになっても。うんうん、で、それは、うん、なぜなのかって言ったら、うん、下脱できんかったわけじゃなくって、うん、本当は下脱できるんだけど、うん、下脱する道をやめて、もう一回人間界に戻って、うん、あの、仏の道を教えようみたいな。うん、みんなを引っ張っていくんだみたいな。うん、そのために何回も下脱するのをやめて、うんうん、人間界に戻ってきとるっていう設定らしいよ。そうなんじゃ。うん。設定なんじゃ。俺、あ、でもこれあんま言っちゃいかんのか、そういうのって。宗教はな。宗教はな。うん。うん、設定だと思っとる。なんか、まあ、考え方が違うと全然違うんじゃな。うん。でね、うん、なんで俺がこれトラウマだったかっていうと、うん。自分が小僧さんだと思って、うん、名前呼ばれたけん、うん、あしょうがねえな、うっせえな、はーいって答えたら、うん、死んだんだよ、うん、おいおいって、うん、まじゃでしかもオチが、うん、おしょうさんは、うん、小僧さんがいなくなったのでそれから食事の支度などをすべて自分でしなければならなくなった、うん、そこじゃねえよ、うん、まじゃそこじゃねえよって思って、うん、なんじゃこりゃってなんじゃこりゃかいじゃな、こりゃ。あ、そうだな。うん。俺の中ではちょっと怖かったんだけどな。うん。子供の時に見た時は。うん。え？絵とかは怖いわけ？いや、可愛い。
可愛いけど、って、死ぬんじゃ俺みたいな。あ、俺って勝手に小僧さんになったけど。うん、なっとったんじゃ。うん。なんか一生懸命やりよったのに、殺された、みたいな話に多分捉えたんやな。うん。でもきっとこれは、本当は違うんよ。一生懸命やりよったからこそ、早くに極楽に行けたっていう風にも捉えられる。怖っ。うん。そして西の空の方に向かって飛び去っていった。うん。西といえば、うん。西？極楽浄土。がある。がある。西ってあの、なんだっけ、西方、西方っていうの。西の方って書いて、西方か西方か、十万億度があるの、西の方っていうな。知らんみてる、それは。ああ、そうですか。うん。まあ、そこはいいわ。うん。うん、なんか、やっぱり俺、ちょっと、おかしいんかな。ずれとんかな。怖いって思うことが。まあ、みてるは、絵が怖かったりしたらちょっと怖いなと思うけど。それも怖いと思う。うん。子供の時は特にな。だから俺は楽しい話だと思って見よったんや。うん。楽しい話だと思って見よったら、うん。最後一生懸命頑張ったやつが、うん。あ、不条理が嫌いなんかな。うん。え、一生懸命頑張りよったのに、うん。ちょっと入って返事しただけで、うん。殺された。うん。っていう。うん。そういう気分だった。うん。わかりました。うん。なんか全然俺の話って盛り上がらない、いつも。昔からな。うん。みんなで喋る時からな。なあ、盛り上がらんよな。やっぱ話し方が悪いんかな。いや、でもそんな面白いと思うような人もいるんじゃないの？そうかな。うん。わかるわかる、それって思うような人もおるんだ、かもしれん。うん。まあでも、人間の思想ってちょっとよくわからんな、と。うん。思っとる部分もあるし。うん。いや、もしかしたら本当に、うん。皆さんの言うように。うん。人間の死後、うん、下脱みたいなことが起こって、うん、次のステージがある、うん。っていうのが、もし実在するんだとしたら、うん、大昔から分かっとったんじゃな、みんな。そうだな。と思う。まあ、その辺の考えってそう変わってないよな。変わってないんよな。うん、言葉が変わってるだけで。そうだな、うん。こう、いろんな洗濯機ができたりとか、うん、冷蔵庫ができたりとか、パソコンができたり、スマートフォンができたり、テレビができたりす、その辺はすごく変わってるけど、うん、そういう考えって、うん、めちゃくちゃ変わってはないよな。まあな。うん、で、こうコロナ禍とかになって、まあコロナ禍はあんま関係ないかもしれんけど、うん、まあ YouTube とかでライブをやって、うん、投げ銭、みたいな、うんうん。例えばもう、ちょっと前までだったら、うんライブハウスにミュージシャンだったかな、うん、ライブハウスで演奏してチケットを売って、うん、そのチケットを買った人が、うん、ライブハウスに見に来るみたいな、うん、だったわけだが、うん、じゃあ原始的な昔の、うん、演奏家たちはどうしようったかって言ったら、うん、街中に座って演奏して、うん、そこに茶碗とかを置いて、うん、そこに小銭を入れていくっていうスタイルだったわけだが、それで股をパカッて開いてな、いやそれはな、うん、映画だな、映画か。それは映画なんだけど、うん、っていう世界だったが、うん、今よ、YouTube だなんじゃでやっとる配信ライブって、うん、まさにそれじゃない、うん、道の真ん中に座り込んで、うん、勝手に演奏を始めて、うん、ただで見るのもいいよ、うん。でもこのボタンを押してくれたら投げ銭ができるよ。うん、ほんまじゃん。何も変わってないん、うん、でも、インターネットの方がいろんな離れてる人も見てくれるもんな。まあ、世界にな。うん。うん、すげえ。うん、だからもう本当に、媒体が変わっただけで、やっとることも考えとることも、何も変わってないんよな、人間って、うん。という感じで今日はこんな感じでいかがでしょうか。うん。怖かった。怖かったか。いや、本当に俺ダメなんかな、やっぱこういうお話。下手なんだろうな。いや、そんなことないと思う。知らないみたいな。あ、そう。うん、なんかじゃあごめんなさい、盛り上がらずに。じゃあ今日は、今日は、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。